さあ、てくれめっとおりんせんさん実況プレイ撮っとこうと思うんだけど、ちょっとね、アップデートが終わったんで、本当に、結構ね、時間かかったから、アップデートね。相当アップデート来てんじゃないかなって、俺的にはね、予想してんだけど、まぁ、ちょっとツイッターでなんか、チラッと見たらね、チラッと見たってか、なんか、普通に流れてきたんだけど、なんか、広告みたいなのがね。なんか、どうやらお笑い芸人の、見取り図っていう人、森山っていう人と、あと、リリーがいるか知らないんだけど、あと、ウンパルンパって人、TikTok かなんかのウンパルンパ。あ、リリーもいるね。結構俺ね、リリーって人はね、顔が好き。友達に結構顔が似てるから、結構好きなんだけど。さあ、ちょっと受け取っていこうか。ちょっと、見取り図とちょっとリリーと、森山慎太郎くん、ちょっと、受け取れなかったんだけど、まあ、ちょっと後で受け取っときますと。で、まあ、今日木曜日なんで、まあ、おそらく、ガチャの方が多分、来てると思うんで、最近ちょっとね、週刊 FP ガチャかなり、当たりというかね、結構いい感じのラインナップが、来てるっていうか、なんか、ブースター機能みたいなやつも、なんかついてる。ちょっとマジでさ、全然俺 PK 決まんねえんだけど、4日連続ぐらいで止められてんだけどさ。まあ、そのね、多分週刊 FP も結構いい感じのやつが来てると思うんで、まあ、ちょっとそちらの方を、まあ、まずは回して、まじ、この動画ね、終わらしていこうかなと思いますということで、ちょっと、早速ガチャの方見てみようか。さあ、契約の方から、まあ、ちょっとマイチームからちょっと選手も放出しないといけないんだけど、さあ、このリーが、BBVAMX、これあれだね、多分、メキシコの、あれだね、パチューカとかその辺があるとこだよね。さあ、ちょっとでも、俺が欲しいっていうような選手はいないんで、まあ、ジョバニ・ドス・サントスってやつがメキシコ人で俺結構昔好きだったんだけど、まあ、ちょっとジョバニ・ドス・サントスはもういないんで、さあ、ちょっとこっちの周回 FP 見てみようか。さあ、フェラントーレス、あ、ブラホビッチ、あ、曲がりゃいいね。それ、ディエゴ・ジョッタに、知らないキーパーの人、もう一人知らない人、知らない人、あ、ブライス・メンデス、あ、カルバハルいいね。そして、ちょっと知らない人、知らない人と、ちょっと、これスルーだな、これ。これスルーした方がいいわ。曲がりは欲しいんだけど、ちょっとこれはスルーだな。さすがにもったいないわ、これ引くのはね。で、もうもらえなくなっちゃったのかな、エピックガチャかなんかのね、無料で毎日もらえてたけど、あ、これだ、これさ、未だに俺さ、引けてないんだけどさ、この当たりがね。結構運悪いんじゃないの、これ。まあ、確率的にはまあ、だいたい5割ぐらいでもう引けててもいいんじゃないかって、2、4、6体いて25体いるから、まあ、単純計算 12.5 回引けば、まあ、1体出るんじゃねえのっていう計算だから、14回引いて出てない俺は多分運が悪い方だと思うんだけど、まあ、別に、まあ、出たところで使わないから別に大してどうでもいいんだけど、さあ、ちょっとマイチームから選手放出していこうか、とりあえずね。一旦カッティングでいいかな、ここは。さあ、とりあえず選手放出してきたんで、一回回しこうか。まあ、そろそろね、確率的に来てくれてもいいんじゃないかなって思うんだけど、まあ、さすがにそんな現実甘くないんで、まあ、来ないと思うんだけど、来ない。あ、でもホイルン、ホイルン、これラスボスホイルンドみたいな人だよね。これちょっと使ってみたかったから、俺結構個人的に嬉しいな。なんなら、エピックとかが出るよりも嬉しいまであるんだけど、ちょっとさすがにここで終わってしまうのは、若干ちょっとね、尺的にね、厳しいところがあると思うんで、この、お笑い芸人さんたち、3人ちょっと使ってこうか。これ、ウンパルンパも確か、お笑い芸人だったらしいから、さあ、ちょっとこれ、あれだな、キーパー、ドンナルンマを放出しちゃったから、多分、空欄になってるな。これ多分、イベントの時に、あれだな、シムマッチでやった時のゲームプランだから、ちょっと一旦、いつものあれで変えていきます。さあ、ちょっと、ウンパルンパどっか行っちゃったんで、ちょっと、受け取ってたのかわかんない。ちょっと、ウンパルンパどっか行っちゃったんで、ちょっと、とりあえず、見取り図コンビで、ちょっと今回試合やっていこうと思いますということで、さあ、というわけで、マッチングしました。奥さん対戦よろしくお願いしますと、まあ、奥っつったらもう奥大輔しか俺は知らないんだけど、まあ、とりあえずやっていこうか。さあ、まさかの森山直太郎、絶不調、絶不調、不調と。で、リリーはいい感じなんで、まあ、このまま継続でいって、まあ、野心ブヌからの、左下のバックアラバからの、またそうだな、旗手も絶好調なんで、スタメンで行きつつの、まあ、左にニョンとスタメンで、あとはそうだな、まあ、後半から変えていく感じでいいと思うんで、こんな感じでやっていきましょうか。つか、森山のキック笑し合い返しと、なんだ、森山のキックオフってなんだ、マジで。こんなこと言う日が来るとは思わなかった。おい、リリーしっかりしろ。おい、大丈夫か、リリー。ちょっと、ラフマニ、ちょっと待って。一旦ちょっと先生で取りたいんで、オッケー、大丈夫。あ、ナイス、ブルナイス。で、ちょっとリリーのプレイスタイル、ちょっと知らないんだけど、ちょっと森山のプレイスタイル知らないんだけど、まあ、とりあえずリリーから、また森山なんかフィジカルがね、森山だけステータス見たんだけど、さっき。フィジカルがね、とても優れていたんで、彼ね、90近かったんで、ちょっととりあえず森山ポストプレイしてくれると思うんで、そこで、まあ、リリーが、まあ、で、森山のポストプレイからリリーが上がってきて、まず落としてリリー仕留めるみたいな形が、まあ、森山ターンして、まあ、シュートみたいなところが一番いいと思うんで、ちょ、そんな感じで、ちょっとそういう形を狙ってやっていきたいんだけど、果たしてうまくいくのかどうかっていうのはちょっとね、マジで、未知数すぎるから、ちょっと、とりあえず、一旦、大丈夫か、ラフマニ。さあ、ここちょっと一旦、森山使っていこうか。ヤマルか。ヤマル結構背でかいよね。さあ、森山、ここポストプレイやって大事だよ、森山。もう俺もいいね。いや、ディフリーズ。あ、ディフリーズ欲しい。いや、もう俺はちょっとパスは多分48ぐらいしかないと思うから。ちょ、これで今の厄介だな、マジさっきから。うせえな、こいつマジで。オッケーナイス。ナイス、バトルです。オッケー、大丈夫みんな大丈夫。さあ、もう俺も使っていくよ。
ナイス森山こんなうめえの。さあ旗手、さあ森山使っていくよ。さあ森山からの佐山で使っていく。あー森山さすがに厳しいか。おら旗手、旗手つなげ。ナイス旗手、見事森山もう俺はちょっとオフェンスですが低いかこいつ。さてはさあただしっかりちょっとまだ0-0の時間帯大事にしていこうか。さあここリリーディフェンシングオッケー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 。さあなんとかみんなで手元でいくよ。ナイスバトルです。いやー取り切ってほしいなそれな。あ打たすな。あナイスキーパーブルと。さあちょっとさすがにちょっと防戦一方だな。ただ悪くないと思うんで森山はね、ちょっとさっきからプレイは。ナイス。さあ森山いい防戦プレイ来たよ。あーそっちじゃねえって今お前誰だ、これリリーかヤマルかな。ちょっといい抜け出してたんだけどな。さあリリー使っていくよ。リリーってさ結構背高い説ある。ちょっといい感じになんか割と背高く見えてんだけどさ今の俺の目には。さらふまにね大丈夫だよ。これ大丈夫じゃないのこれ。危ねえ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 。そこはヤシンブルのゴールキャラ試合再開と。さあ森山しっかりセットポストプレイで見せていくよ。ナイス森山惜しい。リリーいやリリーあー惜しいな。リリーいや全然いいパスだけどね今のね。ちょっとこいつちょっとうぜえなマジで。あーちょっとそれ取ってほしいなふまにな。おいナイスリフレス。え、ちょっと待って、なんで取れないのこれ。どうしようもないんだけど、俺これ取れなかったら。あぶねなんか、ちょっと待って。野心ブルいいんだけど、今日。さあ、メッシングのコーナー行くと、さあ、シンプルにリフレス、ナイスリフレス。さあ、ちょっとワンチャンス物にしたいところあるんだけど、ちょっとカウンターのね、まあ、スピード感がちょっと森山を使ってる以上ね、あんまりカウンターの質が高くなることはないから、ちょっとそこもちょっと厳しいんだけど、まあ、とりあえず、まあ、セットプレイであったり、まあ、いろいろね、点取れるチャンスあると思うんで、まずはちょっと、1点差、大丈夫か。ナイス森山。いや、もう森山パス上手すぎる。いや、リリー、待て最高のパス旗手いやー、ごめん、リリーごめん。リリーのアシスト消しまった。いやー、でもちょっと、いや、旗手がね、ちょっと旗手が持ってるスキル分かんないから、ちょっと、ドリブルがちょっとできなかったわ。ちょっと、言い訳でしかないんだけど。ちょっと、森山行け、お前、ディフェンスぐらいちゃんとやれよ、お前。ちょっと、リリーと森山スタメンなさすぎんないくらなんと。だったらこの0-0の時間帯マジ大事にしてよ。オッケーナイス。さあ森山リリーのこのホットライン開通。リリーナイス。リリー普通に使えるんだけどマジで。ヤマルからのヤマル立ち、ヤマル立ち上がれ。ナイス。森山レッド使うぞ。ディフリズあーやばい。ちょっと待って、あこれやばい、これアルバ出ちゃダメだ絶対。まあちょ、なんとかパウなんとかしてくれるかこれな。パウなんとかしてくれ、なんとかしてくれ。勝手にしかしこないから結局ね。もうやめて本当に。もうだるいってこいつ。何やってんのこいつマジで。何やってんの。もったいねこれ、めちゃくちゃ持ってねこの失点。さあ、森山のキックオフと、まあちょっと、さすがにな、前半終了やな、これはな。さあ、ラファエル・デオンのキックオフで試合再開と。だから、なんなら、森山もラファエル・デオンみたいなとこあるから、風貌はね。なんで、多分、ね、森山も結構さ、なんか、ラファエル・デオンっぽくない？風貌がね、名前的にはね。だから多分、森山も結構いいプレイしてくれると思うんで、そこもちょっと期待しようか。さあ、エンド？ナイスエンド？あ、エンド、ちょっと、あ、例えば、ナイスエンド当たる？森山、くさびからのコラダッチ？やるやん！リリー？リリーのシュート！リリーオッケ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 ー。いや、リリーやるじゃん、こいつ。普通に、ステータス、これ、総合値詐欺じゃねえのこれ、実は、なんか、ね、総合値80ぐらいある説ない？リリー、ちょっと。まさかのリリーで同点ゴールなんて、これさ、これさ、もうちょっとさ、俺的にはさ、リリーで点取ったら、ね、プラス2点とかさ、森山で点取ったらプラス3点とかさ、そういう要素をさ、兼ね備えないとさ、さすがにこれを実装した理由が俺にはちょっとわかんないんだけどさ、本当に。他にもなんか、コナミさん、もうちょっとさ、固有フェイスにするべき選手がいるのにさ、そういうところちゃんとやってくれない状況でさ、リリーなんか、採用してる場合じゃねえぞ、マジで。つか、森山のキックは試合再開と、ちょっとね、同点ゴール取られちゃったけど、逆転ゴールか取られちゃったけど、まあ別に試合展開そんな、そこまで悪くないと、あー、ダメだ、これ。ブルなんとかしてくれるか、これ。よくやった、ブル、オッケー。いや、ブルこんな頑張ってんだからさ、お前らさ、なんとかさ、点取ってやってくんねえかな、リリー。ナイス、リリー。リリーそう、普通使えるんだけど、こいつ。森山はちょっと厳しいか、さすがにな。いつもやっぱね、ハリーケーンとか使ってるとね、ちょっとね、森山さすがにクオリティ低すぎるわ、こいつ。ナイス、リリー。あ、リリー惜しい。リリーってさ、どっち利きかちょっとわかんねえけど。ナイス、森山。ニョンド、そのトラップ好きじゃねえ、俺。オッケー、ニョンド、ナイス。で、ニョンドからの、あー、ちょっと、このアレッサンドロ・コスタ・クルタってやたら最近当たるんだけどさ、こいつめっちゃ強えわ、なんかいい選手だ、こいつ。さあ、ただ、あらば、これ、しっかりスピードあるんで、戻って、対応していくよ。このメッシ、何のメッシだろ、これマジで。クソ強いんだけど、こいつ。このメッシ強すぎる、ただ、うちのブルも負けてないよ。さあ、ブルのスローインしっかりヤマル繋いでいきますよ。ナイスヤマル。あ、ちょっと、あ、ナイス、ティムリス。リリー。ナイス、リリー。いや、普通にさ、ここさ、パス点で繋げるってさ、普通にいい選手だと思うんだけど。そっちじゃねって、森山。ナイス、ティムリス。あ、ティムリス。頑張れ、ティムリス。タルパ下げ。いやー、そんな素晴らしいパス、操作しちゃダメやなー。さあ、たらなんとかね、みんなに戻ったりしてきますよ、ここはね。バトルス。ナイス、バトルス。オッケー、送らせて。バトルス。ナイスパ、やば、ラファに。ちょっとさ、ちょっと手がさ、かじかんでてさ、もうちょっと言い訳がとんでもないぐらい出るんだけどさ、手がかじかんでてちょっとやりづれわ。さあ、
当たってないです。あ、当たって。おし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 。みんなでディフェンス系。ナイス、エド当たらないです。で、森山からの技ち。ナイス、森山いける、ニョトニョトもうダメだ。さあ、どんなるんまのこれから試合再開と。ちょっと今のはさすがにニョト決めてくれねえと困るな。森山だったら決めたぞ、今の。ナイス当たって。さあ、リリリリリリ。いや、リリうますぎるんだけど、マジで。森山森山森山いくよ、森山森山ダメだこれ、さすがにちょっとレベルが低すぎる。森山オッケー、ナイス、当たって当たって当たって、いやもう打ってないこいつ、マジでいいダブルタッチだわ。あれはてか、勝ってダあのぬるぬるアシュラダブルタッチ使えるんだ、あいつ初めて知ったな。さあ、ただアラバね、戻って対応してきますよ。アラバね、大丈夫だよ。ギャブリなんか負けんない、アラバな。オッケーオッケー、アラバアラバ、こいつうめえな正直。ナイス、当たって当たって、ナイス。さあ、リリ使ってきよ。あ、リリ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 、ダメだダメだ、さすがにちょっともうちょっと、まあ、ちょっとスタミナ切れも考えるとちょっと厳しいか。ナイス、リリ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 ーよ、リリーよ。で、森山ぶっ刺して、森山たち。あー、ダメか。さすがに厳しいか。さあ、デューフリーズ。ちょっと、ラストプレイ行くぞ、ラストプレイ行くぞ、ラストプレイ行くぞ。ヤマルからの。ただ、ちょっと、選手、変えたかったな。ちょっと、他にも、他の選手みんな疲れてるから。リリー、オフェンスセンス割と高いんじゃないこいつね。よかったね、今ね。さあ、ちょっとさすがに、ちょっと、あ、まさかの、降格決定と、森山とリリーを使った結果、降格してしまったんだけど、まあ、それはしょうがない。さあ、というのがこちらで森山選手とリリー選手使ってみたんだけど、リリーはこれ正直使えるぞ。身長も177センチ、決して低くない数値で、で、なんかスライパス70に待って、なんかプレスキックカーブが異次元なんかで高いんだけど、いや、パスも上手かったから、スキルめっちゃついてんだけど、なんかスーパーサーブついてるし、ワンタッチパスとかスルーパスはついてないけど、まあ、結構悪くないステータスだと思うんで、リリーにちょっと今度育成して、ちょっと改めてちょっと使ってみようかなって思うんで、まあ、その時はぜひもう一度ね、ご視聴よろしくお願いしますということで、まあ、今回の動画をご覧いただこうと思うんで、よかったらチャンネルと高評価、コメントよろしくお願いしますということで、